絞り。光学系において絞り、絞り、とは通過する光の量を調整するために用いる遮蔽物のことである。開口部を指すアパーチアが略語になることもある。絞りは光学系において光の量を調整するために光を遮り一部だけを通す板状のもの、またはそこに開けた穴のことである。 光を吸収させるため通常は黒色をしており、穴の大きさを微調整できるようにするために複数の板を重ね合わせたものもある。穴は円形、または多角形であることが多い。また、レンズの大きさに対し、絞りの大きさを示すものとして、い値がある。絞りはカメラや望遠鏡、光学顕微鏡など様々な光学機器に利用されている。 写真フィルムなどに結像させる場合、フィルムの受ける光量が許容量を超えると意図する撮影結果を得られなくなる。これを防ぐために絞りを利用して受光量を調整する。デジタルカメラなど個体撮像素子を用いる場合も受光により発生する電荷が飽和して撮影できなくな、ことを防ぐために調整可能な絞りを内蔵しているものがある。 絞りは、結像面に入る光量を制限することから、絞りを小さくすると、情報量が小さくなりノイズの影響を受けやすくなる。そのため鮮明な像を得るにはできる限り多くの光量を確保することが必要である。絞りは、写真機などでは、レンズと結像面の間に配置される。光学顕微鏡のように、対象物体が小さい場合は、物体を照明する光そのものを絞りによって、 調整する。そのため、絞りは反射鏡とステージの間に設置されている。テレセントリック光学系では、光軸と主光線を平行にするために、レンズの焦点付近に穴の小さな絞りが配置される。絞りの調整値は F 値で表現される。海野帯をフォーミュラ1約1.4倍すると、入光量は1、2になり、海野帯を フォーミュラ2倍すると、入光量は2倍になる。また、入光量を2倍とするよう絞りを調整することを、1段開く、入光量1、2倍とするよう絞りを調整することを、1段絞るという言い方をすることがある。段を基準にした絞りの単位を、アパーチャーバリューという。実際に、カメラで使われる F 値は、1段刻みならば、回1、回1.4、回2、 回2.8、回4、回5.6、回8、回11、回16、回22といった数値が使われる、1、2段刻み、1、3段刻みなどの場合もある。絞りを調整するということは、単に露出量、露出量は、絞りの他に露光時間、シャッター速度に依存する間を変化させるだけでなく、被写界深度も変化させることになる。 絞りを絞るほど、F 値を大きくするほど、被写界深度が深くなる、ピントの合う範囲が大きくなる。この原理を応用して、パンフォーカスやボケ表現などの表現が可能である。撮影時にはこのことにも注意が必要になる。また、絞りの F 値と開口数は、反比例の関係にある。歴史上いろな形式が使用されてきたが、現在では特殊な用途を除きほぼ交際絞りのみと、 なっている。穴の開いた板をレンズの横にあるスリットから差し込む方式。この形式はドイツやフランスの小規模、レンズメーカーで数少ないながら採用されていたものを1857年にジョン・ウォーターハウスがイギリス王立写真協会に提言し、一般的な絞り形式となった。その後交際絞りの一般化により廃れたが、特殊な形状の絞りを挿入したり、 少しでも解説を減らすために、深淵の絞りを使用したり、またシートフィルターを挿入するため等の理由で、ウォーターハス絞り用スロットを備える製品もある。大小の穴が開いた平たい棒を、レンズの前もしくは、中で上下させる方式。大小の穴の開いた円盤を、レンズの前もしくは、中で回転させる方式。エンサイン21、4バイトボックスカメラ等レンズの前に、 装備されている場合、レンズキャップを兼ねている場合もある。通常の写真撮影用レンズの絞りは、微調整できるようにするために、複数枚の板、絞り羽根を重ね合わせて作られている。この写真にある絞りの場合、7枚の羽根で七角形ができている。このような絞りを、交際絞りという。絞りの形が角張っているとボケが汚くなる傾向があるため、 なるべく絞りの枚数を増やすとともに絞り羽根の形状で深淵に近い開口部になるようにした。設計のレンズが多いが、特に一眼レフカメラに用いる自動絞りレンズは、絞り羽根を小さなトルクで一瞬にして開閉できなければならないために羽根の枚数をむやみに増やせず、通常は最多でも9枚程度の枚数に限られる。一般に写真撮影用レンズでは、筒の部分にある 絞りリング、絞り感、絞り感を回すことにより絞りを手動で調整できる。ただし現在はレンズからの入光量や被写体の周囲の明るさに応じて絞り自動調整する AE カメラが主流となっており、手動調整ができないものも多い。またコンタレックスやキャノン EOS シリーズではマウントにあるリンクを通じてボディ側でレンズの絞りを制御ており、このためレンズには絞りリングがない。 現在は一段刻みならば、回1、回1.4、回2、回2.8、回4、回5.6、回8、回11、回16、回22という系列になっているが、過去には違う系列も存在した。過去の書籍では、国際絞りと称されているのが、現在の系列である。イギリスのロイヤル・フォトグラフィック・ソサイティが制定した絞り表示で、 コダック製カメラに採用されたことがあるが、現在ではほとんど使用されていない。US 絞りナンバー1が F4、US 絞りナンバー2が F5.6、US 絞りナンバー4が F8、US 絞りナンバー8が F11、US 絞りナンバー16が F16、US 絞りナンバー32が、回22、US 絞りナンバー64が F32 に相当する。 一眼レフカメラの場合、撮影用の光学系を通った光をファインダーに導いているため、絞りが絞り込まれた状態では、ファインダー像が暗くなる上、スプリットイメージやマイクロプリズムを使いてピント調節を手動で行う場合には、絞りを開放しないと必要な光量がファインダーに届かずピント調節が困難になるなどの問題がある。このため、 構図の確認やピント調節の際には絞りを解放しておき、撮影の際に必要な量だけ絞り込む操作が必要となる。これを自動で行う機構が自動絞り機構である。難傷点レンズで使われる複数の開口部を持つ絞りで、その形状からこのように呼ばれる。絞りの形式はウォーターハウス絞りのほか、ローデンシュトックのイマゴンなど前枠に取り付ける。 マミヤ RB 用セコール SF150mm のように前玉を外してその後ろに被せて使う等各種の方式がある。人を含む多くの脊椎動物の眼球にも絞りと同様の働きを持つ交際が存在する。これによって網膜で受ける光の量が許容範囲内に調整され網膜を保護するとともに視覚機能を保管している。交際は 明るい場所では絞られて小さな穴となり、暗い場所では逆に開かれて大きな穴となる。交際の反応速度はカメラのように速くはない。暗所から明るい場所に移動すると眩しさからしばらくまぶたを開けられなかったり、明るい場所から暗所に移動するとしばらく周囲がよく見えなかったりするのはこのためもある。なお暗所から明るい場所、あるいは明るい場所から暗所への順応が即時にできないのは 交際の反応速度はカメラのように速くはないということだけではなく、網膜の肢細胞の性質によるところが大きい。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。